長井ダムは、香川県綾歌郡綾川町、二級河川、綾川本流上流部に建設されたダムである。香川県が管理する県営ダムで、高さ30メートルの重力式、コンクリートダム。青森県の沖浦ダムに次いで、日本で2番目に施行が開始された歴史の古い多目的ダムであり、綾川の洪水調節と下流域の、環境随利県分の農業用水を供給する。 不特定利水を目的としている。1995年より、ダムのかさ上げと早貯水容量増大を目的としたダム再開発事業が計画されている。ダムによって形成された人造湖は、長良湖と命名され、香川の緑百選に選定されている。なお、同一名称のダムが千葉県市原市にも存在する。佐抜山脈に水源を発した後、 香川県中山地方を北流し、瀬戸内海に注ぐ日急河川綾川の上流部、綾川町東分に、香川県により建設されたダム。ダム下流の利水、止水に利用される多目的ダムである。周辺は、四国の道、香川県水辺を歩く道8番、長江ダムと桜の道コースである。1995年からダム再開発事業が行われている。 計画によると、全体事業費は、約160億。長江ダム本体の改修や、多満ダムとの間に、多満・長良導水トンネルを建設する。これにより長江ダムの貯水容量が大幅増加すると、ともに、洪水調節方式が、一定量放流方式から、自然調節方式になり、治水、利水両面でのダム機能が強化される。また、 綾川流量の安定確保による流域環境の保護も期待されているが、鳩山幸夫政権時代の国土交通大臣、前原誠治により、ダム事業再検証の対象ダムに指定されており、事業の進捗は遅れている。ありがとうございます。